ございます。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだっけ、これ36の質問できました。学園入ってくるの？はい。はい、消毒。はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、カメラの、あとローションもね、はい、どうぞ。はい、どうぞ入ってください。ありがとうございます、お邪魔します。ケタロさん、正式者就任おめでとうございます。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は36歳のケタロさんに36の質問をしていきたいと思います。はい、今回、ね、事前に皆さんから質問を募集したところ、うん、想像以上にたくさんの質問をいただきましたの で、 今日はその中からピックアップをしていきたいと思います。やりましょう。ご準備よろしいですか？もう準備はバッチリ。ありがとうございます。では早速ですが、一つ目の質問です。はい、楽屋についてまずやることは？あ、ここのクローゼットに洋服をこうやって入れて、で、だいたいあとはここのデスクにカバンの中から、今日スーツケースにいろいろと入れてきたものをブワッて出す感じですね。ちょっと散らかしてるけど、こんな感じです。本番の日のルーティーンはありますか？本番の日のルーティーンね、あまり音楽を聴かないことかな。あとはテレビとか見なかったりとか、あと食べない。本番前は絶対食べない。衣装はどうやって決めていますか？奥さん、妻が、ゆりが全部セレクトしますね。今日の持ち物少し見せていただくことはできますか？どうぞどうぞ。左から行っていくと、ここに指揮棒があって、これはねお守り。9月19日って結婚記念日の日で、東京タワーの近くの聖アンデレ教会だったから、こういうふうに東京タワーのお守りがあって、あと鉛筆とかペンとかね。今コロナで大変だから、アルコールの、これはね、鈴木雅人君にいただいた白のアルコールスプレーでしょ。あとは日本の携帯、海外の携帯、スコア、あと家族の写真とかいつも置いたりと置いて、やっぱ日本にいると、一緒にいるときはもちろん楽屋とかにもいるけど、でも一人の時が多いから、こういうふうにファミリー大切にして、あとスコアね、今回のスコア、あれ1個ない、ここにもある。今回のチキリのスコアとかサイン入り、作曲から、こんな感じです。持ち物は式のケース、フェルトなんですね。ああ、そうですね、これヤマハさんのケースなんだけど、昔ね、なんか白いパイプとか、なんか卒業式のさ、なんか入れるやつあるじゃない、あれとかに入れてたりしてたんだけど、とか箱とかに入れてたんだけど、空港のセキュリティで毎回捕まるのよね。何入ってるのみたいな、なんかミサイルみたいなね、それでなんかちょっと裏に来てくださいっていうケースが何度かあって、でこのこれだったらあんまり怪しくないじゃない。でもまあね、棒がいっぱい入ってるから結構怪しいんだけど、でもまあこういうふうに柔らかいケースで入れてます。指揮棒のこだわりは？ああ、ありますね。これね、キングデイビッドっていう指揮棒なんだけど、アマゾンで7ドルぐらい、8ドル、1000円もしないんだけど、このシャフトが嫌いなのね。握るのがすごく嫌いな人だから、このシャフトを外して、でこういう感じの指揮棒を使っています。でここになんかよく妻にメッセージとか書いてもらったりしてるので、本番前に、ステージに乗る前にこういうふうになんか妻から書いてもらったメッセージを読んで、よしって言ってステージに上がってますね。ケイタロさん、指揮棒持つときと持たないときとありますが、それはどのように使い分けていますか？結構ね、話すと長いんだけど、最初に指揮を始めた頃って手で学んだのね、棒を持たなかったので、なぜかというと、先生がやっぱり音楽を手で触れ合うことがすごく大事だっていうことをすごく彼が言ってて、でやっぱ手で振るのがすごく慣れてたで、そこから指揮棒に移って、やっぱオペラとか振るときは棒を持った方がね、ベストだから。でなんでここ最近棒あったりなかったりかっていうと、オケを振ってて、まあ棒を持って振ってて、例えばなんかちょっとアンサンブルがねずれたりとか、
自分の本当に微妙なタッチの差なんだけど、ちょっと自分が音と触れ合ってる時間が何ミリか何秒かずれてるなって思うと、それはテクニックのせいだと思って、ちょっと棒を邪魔だなってなるわけよ、心の中で。だから棒をやめて、まあ、半年間ぐらいずっと手で振って、でそれでまた音楽と触れ合う、手で触るっていうのを感覚が戻ったら、また棒を戻してきたりとか、もう全然たまに忘れたりとか、そういうのもあります。だからリハーサルでずっと棒振ってたのに、本番会場変わったりするじゃない。で本番の時に指揮棒を家に忘れたっていうのはもうね、数えきれないくらいあるので、そういう時もよくあります。なるほど、はい、今までで一番印象深い本番は、人生で一番印象深いのは、25歳の時に、ジェームズ・レヴァインのオペラのアシスタントとしをやってたのね。で、ナクソス島のアリアドルで、ストラウスのとても難しいオペラを振る、あのアシスタントをやってて、でマイセル・レヴァインが体調を崩してしまって、で彼が振れなくて、代役にクリストフ・ボンド・ヒナーニが来て、でボンド・ヒナーニマイストロはその稽古からオケの練習からゲネまで全部彼が振ったのね。でも本番僕も振る予定だったんだけど、一度も練習を振れず本番を振った経験があって、それはもう一生忘れない。もう本当にあれだけ集中力が高くて、瞬きも忘れて、多分ね、最高のダイエットだったと思う。なんか 2,3 キロまで痩せたと思う。もうあまりにも、もうこんな状態でやばい、大丈夫だろうみたいなね。まあ若かったからね、もう11年前もの前の話だから、今だったらもう多分冷静に触れるけど、当時はもうおーおーおーって感じでした。では、うん、ガラッと変えて、ケイトロさん自身についてのご質問に移りたいと思います、うん、あのさ、ここでずっとやるのもなんだから、ちょっと散歩してない？せっかくミューズにぜひロビーの方に、OK、じゃあ行きましょう。ではケイトロさん、はい、好きな食べ物は？好きな食べ物、中華料理とアイスクリーム。アイスクリーム。苦手なものは？食べ物？はい。ない。もし過去に戻れるとしたら、いつに戻りますか？過去に戻れるとしたら、いつに戻りたい？戻りたくない。戻りたくない。それはなぜですか？なんでだろうね。多分、過去の経験、その過去の成功したことだったりとか、過去に失敗したことだったりとか、過去に自分がチョイスした自分の人生の道とかがあってからこそ、今の自分がいるわけじゃない。だから過去に戻ったとしても全く同じことをやると思うのね。だから過去を変える予定もないし、まあできないけど、過去を変える必要もないと思うから、その過去に戻る必要はないな。今を楽しく生きていきたいのと、明日に向かって人生を生きていきたいかな。思い入れのある作曲家を一人だけ選ぶとしたら？一人だけだったらバーンスタイン。バーンスタインのウェストサイドストーリーがあったからこそ今の自分があるっていう感じだから、彼の音楽にはすごく感謝してるし、会えたら嬉しい。あ、過去に戻れるんだったら会いたいな、バーンスタインだったら。行ってみたい国は？エジプト。好きな色は？青。ズバリ何調が好きですか？今週は E マイナー。今週全部ショスタコービッチの10番 E マイナーじゃない？だから。学生時代の得意科目は何でしたか？得意科目はね、歴史とサイコロジー、心理学っていうのかな、日本語でサイコロジー、その 2科目が一番得意だった、音楽以外に。初めて指揮をした曲は？お客さんの前で振った曲だと、僕の師匠のフェネル先生の吹奏楽のコンサートのアンコールを振ることができて、アンコールに振った曲がね、ハワード・ハンソン作曲の交響曲2番の、ロマンチックっていうシンフォニーの、それのテーマ曲が実は母校のインターロッケン の, 校歌だったのね。それをアンコールで振ることができて、それが初めてお客さんの前で振った曲かな。中入りましょう。はい。日本で最初に指揮した曲は？日本で最初に指揮した曲はラフマニノフピアノ協奏曲第3番。
ピアニストはイリア・ラシコフスキーさん、浜松国際コンクール優勝者で、オーケストラは新日本フィルム。ロシアで指揮を学ぶことにした理由は何ですか？あの指揮を始めた頃にすごく僕が驚いた指揮者、インスピレーションとかモチベーションをいただいた指揮者が、イリア・テリムカーノフ、バレリー・ゲルギエフ、そしてセミオン・ビチュポフ。この3人ってみんなロシアで勉強してサンクトペテルブルグで勉強したから、僕もサンクトペテルブルグとかモスクワとかで先生を見つけて、いろいろとマスタークラスをやって、あの彼らみたいな指揮者になれるためにロシアを行ったり来たりしてました、アメリカと。ロシアってどんなところですか？冬はめちゃくちゃ寒い。そしてロシアの人はとてもパッションがあって優しくて、でロシアの素敵なところってどこ歩いててもすごく歴史を感じるから、僕は好きだな、そういう国ですね。ではここからホームであるここミューザ川崎についてのお話をお伺いしたいと思います、はい、ミューザに初めて来たのはいつですか？多分20代前半でお客さんとして来て、東京交響楽団で指揮は源田さん、内容は覚えてない。一言で言うとここはどんなホールでしょうか？見ての通り階段が多いすごく階段が多いあとドアが多い。響きとかはどんな感じ？もちろん響きはもう本当に最高に、僕のもう本当にフェイブリットなホールですね。好きな席やおすすめの席っていうのはありますか？ミューザで？ね、指揮者がどういうふうに音楽を作っているかを見たいのであれば、もちろん P 席、パイプオルガン席とか横の方の指揮者が見えるところ。でもオーケストラの全体のサウンドが聞きたいければ、ミューザだったらどこ座っても全て音響が素晴らしいから、どこでもいいと思うので、ね、好みだと思う。あとは、迫力感、その演奏家に近くで、演奏家の近くで演奏を聞きたいなっていう場合はもうやっぱり前に座ったりとかするのが一番いいんじゃないのかなと思う。いや、東京交響楽団の第一印象を教えてください。初めて振りに来た時に一番最初に思ったことは、ニキティンって大きい。あのお客さんの方からしか見たことないじゃない。だからステージから、あの会場からだとあまりよくわからないじゃない。でも初めてニキティンマエストロの横に立った時にでかいねって思ったの。それ第一印象で、今の印象を一言で、東京ってどんなわけですか？一言で言ったら、東京はすごく個性のあってキャラが濃い。一言だったらね、うん、でもそれだけじゃないと思う。やっぱり東京って僕思うには、オーケストラが一緒に音楽を作りたいっていう環境をとても温かく作ってるオーケストラだと思うのね。だから指揮者としてはすごく居心地がいいオーケストラ。東京の好きなところ、東京の好きなところはリスクを取ってくれるところ。例えば去年の秋のプロコフィエフ5番のコンサートで、僕がオーケストラにこういうような物語を僕が描きたいっていうふうに頼んで、で、こういうふうに演奏してほしいって言ったので、で多分もしかしたらオーケストラからもちょっとは抵抗あったかもしれないんだけど、でも信じてくれて、リスクを取ってその物語を一緒に語ってくれたのね。でコンサートの反応っていうのが、まあ、お客さんの反応とかね、あの SNS とか見てると好きな人もいたし、すっごく嫌いだった人もいたわけよ。でもそれってすごく嬉しかったので、なぜかというと、リスク、なんかお客さんにえって思われるリスクがあるのにもかかわらず、このオーケストラは僕がこういう物語を語りたいっていうのを一緒にやってくれたっていう、そのリスペクトはすごく僕高い。このオーケストラにはもう本当に感謝しかない。これから一緒にやっていきたいことは何ですか？
たくさんあるんだけど、例えばまだ TSO とはオペラやってないからオペラはやりたいなと思う。あともう一つは楽しめちゃくちゃ楽しいポップスのコンサートやりたい。例えば、ね、J-POP のアーティストとかを呼んで一緒にコラボして、でオーケストラの生演奏なんて絶対来たことないようなお客さんに来てもらいたい。オーケストラの生の演奏を聴いてもらいたい。とても楽しみです、うん、実は今回募集した質問の中に、はい、お悩み相談的なものも多くいただいておりましたので、はい、そちらもお答えいただけますか。悩み相談ね、はい、圭太郎さんにスランプに陥った時にどのように乗り越えましたか。うんうん、スランプに、あのね、難しい質問だね。僕の場合はスランプに対しては直接あの言い訳を作らず、そのスランプが一体何なのか、その何がきっかけでそうなってしまったのかっていうのをフェイス2フェイスっていう感じでもうあの対面する。で例えばスランプのきっかけがじゃあ自分がこれが足りなかったとかこの技術が少なかったとかあったりしたら、もうそこを絶対直す先に自分ができる限りのこと で例えばあともう一つあのもうちょっと現実的にいろいろと考えてたことがあって、例えばじゃあ何かに応募して受からなかったでそれでスランプになるっていうあのシチュエーションだった場合はとか、オーディションで勝たなかったとかコンクールで勝たなかった、それ結構意外と他の人が僕をジャッジしてることであって好みの違いがあると思うのね。やっぱり音楽ってスポーツと違って、スポーツは勝敗がすごく分かりやすいけど音楽って勝敗ってよく分からないじゃない。だから好みの違いだと思うから、今日の僕の演奏、今日の僕のこのアプリケーションではうまくいかなかったっていうのを納得する。でそれで落ち込まない、もうしょうがないとしか言いようがないじゃない、こう変えられないから。だからもうちょっともうあまり気にせず、気にするんであれば1日とか半日とか1時間だけちょっとあのスランプな気持ちになって、であとそれをやったらもうすっきりしてもう前に動くようにポジティブにあのモチベーションをなんか方向性を見つけたりしてたかな、僕の場合は、うん、学生時代にやっておくべきことは失敗を恐れないこと。失敗を恐れず何でもやることが一番大事だと思う。学生の時って若いからそのみんなと同じようなことをやったりとか、なんか失敗したらいけないとかそういう周りのことを気にせず、とにかく、みんなと違うことをやることかな。みんなと同じことをやっててもなんかあまり面白くないと僕は思うのね。だから自分は学生の時はもういろんな違うことやっていろんな間違いしてた、いろんな失敗をしたからこそ今の自分があるんだなと思う。質問も残りわずかとなりました、はい、座右の銘は。なりたい人になりましょう。圭太郎さんご自身を一言で表すと。無理、一言、Perfectionist っていう言葉が英語であるんだけど、なんだろう、日本語で完璧主義って言ったらいいのかな、でもまあそういう、うん、ことかな。自分に課してるルールはありますか。なんか直さなきゃいけないことは絶対先に直す、後回しにしない。あとは絶対一つのルールは毎日筋トレとランニングすることかな。やっぱりあの体を鍛えるとことは大事だと思うのね。いや、とにかくいっぱい勉強してると座ってる時間が多いじゃない。だからそれをバランスするにはやっぱり外に出て走ったりとか運動するのは一番いいと思う。人生の転機はありましたか。ありましたね。それはどのような。いろいろとあるけど、やっぱり一番やっぱり本当に人生が変わったのは結婚したことかな、うん、憧れの人はいますか。たくさんいます。師匠のロリン・マゼールは憧れの人ですね。演奏会で大切にしていることは。ああもうそれはもう一つだけ、作曲家の魂を蘇らせること。作曲家がもしここに真横にいたらその作曲家が喜んでくれたかなっていうふうに思えることを考えながらみんなで一緒に演奏する。今年の目標は。今年の目標は東京都の目標なんだけど、子ども定期で
あの新作プロジェクトをやっていて、小学校から高校生の子たちにが書いてくれたメロディー6個を、そのうち2つを選んで30歳以下の作曲家たちが5分の曲を書くんですけど、それの世界初演が12月。このプロジェクトをとにかく成功させたい。なぜかというと、毎年1曲日本の歴史に子どもたちから作ったメロディーで、あのオーケストラのプロのオーケストラが演奏してくれる曲、この新作を作っていって残していきたいっていう夢があるから、だからそれは成功させたいが目標です。では最後の質問です、はい、この演奏会のお客様へメッセージをお願いします。東京交響楽団とは僕コンサートをたくさんやってますけど、今週を始めて、正指揮者としてこの東京交響楽団&慶太郎のこの新しい物語、新しいサウンドを楽しんでもらいたいので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日もよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあねー。